毎日 Google Chrome を使っています。それに伴い翻訳サイトも Google 翻訳が多いのですが、翻訳結果が何これ？と思うのもよくあります。そこで Google、Yahoo、エキサイトの各翻訳サイトでどのくらい翻訳の差があるのか実験しました。今回は文法がどのくらい正しく翻訳できるのかがポイントです。